不助級、手を下さざる殺人一、二年の歳月を費やしてかろうじてできた信濃とカイトの国境のトンネルは猛獣の巣の形をして沈黙を守っている山桜は山中の晩春を竹縄に 午後の十時を白くする工事は今トンネルを出た先の断崖の底を流れる20軒の谷川の佳境に移って曇天を焼く松明の中にうごめく甲府どもの懐を肥やしつつある橋桁の工事はすでに終わって線路を引く横木の上には幅3弱ばかりの一枚板がトンネルの出口から彼岸まで並べられてある。 ところどころには百色の伝統がともされてそこに働く甲府らの手元を照らしているトンネルの奥から猛獣の叫びが近づいて1台のトロッコが工事場に現れてきたトロッコに乗る人もトロッコを押す人も右手には炎の長い松明を振りかざして橋場の手前に立つ工事監督小屋の前にとまった 監督小屋の中から二、三人の人がトロッコの周りに出てきた。ああ、係長さん、おいでになったのですか。うん、来なくてもいいんだが、女房がぜひ現場を見せてくれというから出てきたよ。トロッコから五十いくつの係長が降りるのを人々は手を取って助けた。係長に続いて降りるおしろい臭い女は、人々に愛嬌を振りまいて、 のののをご迷惑でしたトンネルが出来上がってまたその先が橋で切り立った岩の下を10畳も深くものすごい流れがあるんだそうですねその川の上を危うく橋を架けるのだと聞きましたのでそれに夜は松明と電気とで山奥の山桜まで見えると話されましたので来てみましたまあ 綺麗ですね。馬鹿き綺麗ってやつがあるかみんな命がけなんだ亭主に怒鳴られた女房は帯の間からおしろい紙を出して鼻の頭を拭うまあ鼻の頭がすすだらけなんですよ係長はちらと女房の口元を見たがチゅっと舌打ちをして何も言わない係長さん 橋の向こう側の甲府たちは、今ごろになると手を休めて、パクチばかりやってやがるんですよ。私どもは何べん起こったか知れねえんですが、なかなかやめやがらねえ。あんまり言ってぶち殺されてもつまらねえから、このごろじゃ何にも言えやしません。まことにすみませんが、ひとつ係長さんから大目玉を食らわせてやってください。係長は、 橋の向こう側の松明をじっと見つめた松明の周りに78人の人影が黒くくまどって一向に動く様子もない「畜生、またやってやがるな」係長はちょっと女房を振り向いたおい一つお目玉を食わしに行ってくるぞ貴様はこの番小屋で待ってろ。 背の高い工事監督が真っ先に橋を渡り出した係長がそれに続く2人ほどの工事頭がそれに続いて人々は一列になって狭い一枚板の橋を渡っていく橋の向こう側の松明が一時燃え立って橋を渡る人々を真っ黒に描き出す係長の女房は人のいなくなった監督小屋に入って ガラス窓から橋を行く人々を見つめていた係長は橋のおよそ真ん中に到達した突如として電灯が消えるただ松明のみの山あいの底を川音はどんらんのささやきを漏らした一分二分電灯が再び灯る橋の真ん中から 叫び声が起こった3人の人は足音を立てて一枚板を渡って戻ってくる大変だ係長さんが落ちた川の中に落ち込んだ監督小屋の前まで駆け戻った3人は壊れるように小屋の戸を開けるその拍子に女房は投げつけられるように小屋を飛び出す大変だ 川に落ちた。女房は呆然として人々の口元を見つめる総儀の血は彼女が立つ地底に流れ去って足はわなわなと震えた山あいの晩春の夜は人々の叫び声と女の泣き声とにかき乱されて橋の中央に集まる甲府たちは手に持つ松明を 後から後から川底に投げ込んで十畳の深さの奥を見極めている2係長の姿が偶然の停電とともに橋の上から見えなくなったことは早速監督小屋の電話から工事事務所に報告された。 係長が十条の深さを川底に落ち込んだことは疑う余地もない工事監督や甲府頭は監督小屋の前に集まって前後策を表議したが絶壁の底を流れる川岸に人を下ろすことは到底不可能であった彼らは驚きからよみがえった係長の女房が声を立てて泣くのを見守るしかなかったのである彼らの周囲には この山あいに働いていた甲府らが全部集まってきて事の突発にただ驚いていた係長を救うことが全く不可能であると決定した時彼らはあちこちにたむろして話し出したいったいどうしたんだ伝統がほんの12分消えた間に係長が見えなくなったというのは変んじゃねえか。だからよ、 分かってるじゃねえか係長の後について歩いていたのは例の猫八じゃねえかあいつは前から係長に恨みを持っていたんだそれに係長のそれあの女房がな知ってるだろみんななるほど何とも分からねえな だがそれにしちゃあんまり手際が良すぎるじゃねえか。何しろ、いくら憎いやつだって人一人を殺すのは度胸がいるぜ。あいつはそれほどの度胸はあるめえよ。まあ、猫八がやらねえとすれば天狗にでもさらわれたのかな。今どきそんなバカなことがあるがい。それにしても、 あの女房を御家にしておくのは惜しいものよだが係長さんは珍しいいい人だったな俺なんか生まれからの甲府だったが今度の工事で初めて骨身を惜しまず働くつもりになったのは係長さんが影日向のね目下の者のをよく可愛がってくれる人だから俺はこの工事が済んでもまた係長さんの行くところへ後をつけていくつもりだったんだ 俺はもう明日から働くのは嫌になっちゃった本当に本当に珍しい係長さんだ噂に聞けば係長さんは自分の取り分を減らして俺たちに給料を振りまいてくれたということだうう <laughs> <laughs> 今度はどんな係長が来るだか心細いなあ 甲府らの声が湿ってきたき火も低くなったその時トンネルの奥から人声が起こって松明の火が闇の空洞の奥から漏れてきた公務所からの人は電話によって事件を知って今現場に馳せつけてきたのである公務所長は監督から事情を聞いた所長としては 係長の不幸ごとの原因について疑いを全く差し挟まなかったわけではないがこういう山合の工事においてはほとんど常に一つや二つの殺人事件は経験しているので事件の対応を聞いただけで詳しくは聞きもしなかったまた係長の死が犯罪によって引き起こされたものであるならば死亡手当も十分に与えることができないのを思って幾分故意に 詳しい事情を聞き漏らし、た点がないではなかった三係長の死後、誰の目にも係長は谷川に落ちて死んだとしか思われぬが、監督の一人が係長の事務を行うことになって、工事は毎日進捗していた。係長の女房は 工事場を山一つ隔てた甲州側の村で寂しく死んだ亭主の死亡手当をもって日を送っていた彼女を訪問する者は絶えていなかった関係者の中にはこの哀れな家父を見舞って慰めてやりたく思った者がないでもなかったがもともとこの女がこの土地を5里ほど離れた町の名手屋の女であったことを知っていたので 下手をして妙な噂を立てられたりまた間違えば係長の死因についてまで疑われる恐れもあったので結局女は相変わらず寂しく暮らすしかなかったのである係長の死後一周の日が過ぎたその夜は雨交じりの曇天であった加工矜持のある山あいにる、その下をトンネルがすでに出来上がっている山の わずかばかりの杉の子たちの中に20人ほどの皇婦が集まっていた彼らは闇の中にひそひそと声を忍ばせて話していたタバコの火さえもはっの袖で隠していた彼らの中央にかっくのよい278の青年が座っていた彼の周囲に並ぶ甲府らは年もいろいろであり 顔は怨霊から評判まで複雑な混合であった今夜こそやろう例の注意深い係長はもう降りはしない新しい係長ができる前にやらなくてはやるときがないのだそれに明日は誕生日だ今夜こそ公務所の金庫にはどっさり入ってるやろうじゃないか 嫌な奴は今のうちにここから姿を隠してくれどうだ青年はキラキラ光る視線を一同に投げつけた一同はしんと静まり返っているみんな賛成してくれるんだなそれじゃ手分けをしようその前にみんなに話しておくことがあるそれは他でもないが 俺が人殺しをしたということだ俺は係長をやっつけたのだ青年は太い声でこうとなって一同の気配を見極めた答えるものはない俺がこんなことをみんなに話すのはなぜだかみんなにはわかるまい俺は 人殺しをしたことを白状して、それから仕事にかかるのだ。人殺しをしたことを俺から聞かされた後で、ここから逃げ出すような奴は、まさかここにはいわしまいな。もしいるなら、名乗って出てみろ。そいつもついでにやっつけてやるから。青年は立ち上がって、周囲の甲府らに一人一人近づいて顔を覗き込んだ。 顔を覗き込まれた甲府らは青年からの抵抗しがたき圧迫を感じて石のごとく硬くなった青年はまた席に戻ったさあみんな覚悟はいいのかそっちの3人は今すぐこのダイナマイトを持ってトンネルの中へ入って行ってくれ公務所からは遠くてもダイナマイトの音が聞こえるだろうからそれを合図にトンネルをぶっ潰すのだ 一番腕っぷしの強い奴らは橋の工事の方に今夜は集まっているはずだ。そいつらが出てきやがっては仕事の邪魔になる。いいか頼んだぞ。他の者は俺の後について公務所へ来てもらうんだ。もう一人、そうだ、虎公は力があるから、例の俺の女、と言ったってわかるめえが、係長の女房のことだ。 あの女をひっちょって大急ぎで町の入り口の例の酒屋まで行ってくれこれで手配は抜け目があるめさあ出かけよう青年はダイナマイトを手に持って立ち上がった杉の立木の中を歩く甲府らの足音はものすごく青光りする苔に飲まれた三十分の時が過ぎた 深夜の午後2時に公務所は彼らによって襲われたまず宿直の署員は彼らによって処分された金庫が暴力によって開かれ数千の現金が彼らの手中に帰した事を果たした彼らは公務所に爆弾を投げた闇の夜の空は 公務所から立ち上る炎に赤く染め流された山一つ越えた架橋工事の現場に働く甲府らは空に映える火災の火と遠く聞いた爆弾の音とに甚だしい不安を感じてトンネルを通らんとしたがトンネルはすでに全く崩れ塞がれて上から落ちる泥水に方法がつかなかった一夜は 暁の光にやけんとする町までの途中にある丘の峰に足を止めた青年を中心とする一団は事の成功を喜んで青年から分配される現金を腹がけのどんぶりの中に重くした青年は白む東の空を呆然と見て女の手を握って立つ一同は彼の将来の幸福を祈りながら 急ぎ足に町をさして駆け下りていった青年の方には得意の笑いがみなぎるその傍らに座る女の顔には捨て鉢の果ての諦めが新しい喜びとなって笑っている四 東京の本郷林町に刑事がかの青年甲府を突然訪問したのは事件のちおよそ1ヶ月であった彼が行進の境から伴ってきた女は彼の傍らにはすでにおらなかったかの青年は放火殺人相乗罪として甲府の地方裁判所の余震に伏せられることとなった放火ならびに相乗の罪は 被告の自白を溶接して確実であるが殺人係長の死に関する殺人の点は余震判事大友半次郎の最もその証跡をあぐるに困難を感じたところであった被告はもちろんこの殺人を絶対に否認をしていたが公務省を襲った後に係長の女房を連れて蓄電したことと彼の同志のあるものが すでに余震判事の前に彼が騒傷を起こす夜闇の杉林の中で係長を殺害したことを同志に話したということを自白しているしまた前後の事情等を考察すれば判事には係長の死がこの青年に密接な関係のあることは疑うの余地がなかったのである判事はただ一度被告に係長の死について簡単に取り調べをしたが あまりにしばしばこの点を尋問することはかえって被告の自白を遅からしむるものであるを思ってその後は全くその点には触れなかった判事は方面を変えて係長の女房の行方を極力探すことを警察署に命じてかろうじて2週間後に彼女を大阪から甲府まで証人として関門することに成功した証人は おのっ私はその夜夫と共に橋の工事を見に参りましたそして監督や甲府頭と一緒に夫が橋を渡っていくのを監督小屋の窓から見ておりましたちょうどみんなが橋の中途まで行った時急に電気が消えました ほどなく電気がつきましたときにはもう夫の姿は見えなかったのだそうですお前の夫はどうして死んだと思うかどうしたのか一向分かりませんお前の夫と一緒に橋を渡って行った人たちのうちの誰かが電気の消えたときお前の亭主を川の中へ突き落としたとは思われないか 私にはそうは思われませんなぜかあの人たちは夫が行方不明になりました時大変驚いて橋を駆け戻ってきてみんな不思議そうな顔をしていましたもしあのうちの誰かが私の亭主を突き落としたのならばあんなにただ不思議がってばかりはおらぬと思いますそれでは聞くが お前があの後同棲した元甲府の斎藤啓二がお前の亭主を殺したとは思わぬか私もあの後時々はそうではないかと思いましたそれはどういうことか一緒になる前にも時々あの人は私に言い寄ったことがありましたしまた一緒に住んでいた頃にも お前の亭主は気の毒な死に方をしたなあと夜など気味の悪いように話したことがありましたそれだけか思い出しましたまだ私の亭主の生きていた頃あの人は私にこう言ったことがありますお前は亭主さえなければ俺の言うとおりになるかと言いましたので 私は気味が悪かったので「はい」と言っておきましたそれから夫が亡くなってから家から引っ張り出されて初めてあの人に会った時あの人は「さあ約束どおり亭主がめでたく死んだから俺と一緒に逃げるのだ」とも言いました一体お前はあの斎藤という男を好きなのか い,いえ、少しもすいてはおりませんお前の亭主が橋を渡った時斎藤という男はどこにいたかそれは存じません判事は続けて主寿の方面から彼女を尋問したが結局被告がこの夫人を手に入れる考えを早くから抱いていたことと相乗罪を犯した真の原因はこの女の関心を得るために 公務所の金を所得するためにあったのを知ることを得たのみであった判事は佳境工事の監督をその当時やっていて係長と並んで橋を渡った男を証人として関門したお前は係長の中村八郎を知っているかはいよく存じております橋から落ちて死んだ人であります お前は係長の死ぬ時どこにいたか一緒に並んで橋を渡っておりました。一番前は興奮頭で、その次は係長で、その後が私でありました。お前と係長との間はどのくらい隔てていたのかさようです。五六尺は隔てていたかと思います。興奮頭は どのくらい係長と隔てて歩いていたのかこれも一軒は離れていたと思います係長が見えなくなった時の話をせよ私たちがちょうど橋の真ん中まで来ました時急に電気が消えました私は驚いて足を止めて立ち止まっていましたが23分して電気がついた時前を見ますと 23件先に甲府頭の後ろ姿は見えましたが係長の姿はもう見えませんでしたそれから大騒ぎになったのですその橋には電気しかついていなかったのか橋には電気だけですが橋のこちら側にも向こう側にもたき火やかんたらやたいまつはたくさんついておりましたそれならば 電気が消えても係長の姿は見えていたろう。いいえ、電気が消えると私の目は真っ暗になってしまいました。そんなはずないじゃないか。一体電気は何色の電気だみんな百色です。百色の電気が急に消えた時には本当に真っ暗に思われました。電気の消えた時、お前は立っていたのか しゃがんでいたのかよく覚えていませんが立ったままでいたと思います何か係長の声らしいものが聞こえなかったか何にも聞こえなかったようですお前は斎藤刑事という甲ふを知っているかはい知っております公務所に火をつけて金を盗み出した仲間の大将です その斎藤という男はその晩どこにいたのか橋の工事の現場から2里ほど離れたところにいましたどうしてそんなことをお前は今記憶しているのか実はあの斎藤という男が公務省を焼き打ちした後で係長の女房を連れて逃げたことが分かりましたのできっとあいつが係長を殺したのではないかとみんなが思いましたので その晩の出勤簿を調べたのですそうすると斎藤はあの晩明け晩で仕事をせずに半ばの方にいたことが分かりました与心判事は非常な希望を持ってこの監督を取り調べたのであったが当夜被告が現場から2にも隔てたところにいたのを知って甚だしく絶望した大友判事は由来主樹の事件を扱う場合に まず信頼のようにある考えが浮かぶときはその予想が取り調べの進行につれて後々打開されるようなことがあっても決して悲観をしなかったまた実際彼の第一の予想は結局正しいものであるのを経験している彼はこの点において判事としての自分の頭脳に自負していたことにこの度の事件は取り調べとともに 自分のの予想が成功を得たものであって、確実に斎藤刑事は殺人犯人であるのを裏書きする幾多の証拠を見いだすことができて判事として特有な優越感を感じたのであったしかるに当也被告が殺人の現場から2里も隔てたところにおったのが確実性を深くすればするほど彼は不愉快な感情に胸をむしられたのであった 5大友判事は自分の予想の裏切られるのを憤慨しつつひそかに考えたこれはもう殺人の点は当分問題にするまい彼が公務所から現金を持ち出した理由は問題ではないが彼がその目的のために取った行動は決して教育のない一労働者の行うべきものではなく確かに過去の履歴のもとに 相当な深い根底をを持つものであることを考えついた金を所得せんとするもの,の最も簡単に考えつく行動は窃盗であるもし窃盗が到底行われぬ場合には強盗が白昼姿を現すことがむしろ当然であろうしかるに斎藤刑事の選んだ方法は明らかに一種の暴動に類するものである 由来知識のある者は罪を犯す場合にも己の知識を利用し活用するを常とする特に何らの知識をも用いずに遂行し得る場合にさえも己が持つ知識を表すのは学問を中途にして学業を廃した者の常に陥る落とし穴である大友判事はその点に気づくとともに被告の過去について取り調べる興味をそそられた 彼は被告を呼び出して被告の過去について取り調べを開始したしかるに被告は次の答えを判事の前に吐き出すように投げつけた学学問なんんかし,やしませんよ。たただ小学校を出たっきり出す。この答えは判事には到底真実とは認められなかった小学校教育しか受けるのが相乗罪に類する行動の中心になるはずもなく またこの種の犯罪を思いつくはずもないのである判事はこの答えを聞くとともに被告を探らせた判事の興味の中心はすでに事件を遠く離れて被告の過去の履歴をあくまで探索することに移っていったこの調査は実に簡単に解決を告げた彼が捕獲当時に住んでいた家の戸棚の中からは 被告の過去を雄弁に物語る2枚の紙切れが発見せられたのである1枚は中学校の卒業証書であり1枚は高等学校の卒業証書であるこの不多用の卒業証書を手に入れた大友判事は早速被告の出身学校たる高等学校に彼の卒業後の行動の調査を依頼した学校よりの報告書によれば斎藤は卒業後 直ちに医科大学に入学したものであって大学の卒業期近く彼は学生としての「品性に隠るところある」のゆえんをもって退学を命ぜられたのであるこの報告書を得た大友判事は会心の笑みを漏らした被告は故意に初等教育しか受けなかったことを主張しているなぜに被告はこんなバレやすいことを押し隠そうとするのであるか 判事はひらめくものがあったハンジはただ単純に大学教育まで被告が受けたことを秘密にすると考えるにしてはあまりに頭脳が明晰であった医科大学医者の学問を被告が卒業間際までしていたということは必ず事件を説明するに足りるある種の結果を持ち来たすであろう。 大友判事は被告を呼び出したハンジはただ一文さえ発すればそれで十分であったお前は医者の学問をしたな。被告は後ろに倒れようとした彼の血液は顔面から逃げ去って彼の目はいたずらに判事をにらみ返した何を慌てるのだ医者の学問をしたのが。 なぜ恐ろしいのだこの言葉で被告は元気を回復したそして子供投げに口を動かしたええ何でもないのですが私の履歴がどうして分かったかと驚いたのです判事は微笑をたたえて被告に向かったそうだろう医者の学問をしたと分かっては恐ろしかろう もういい、君被告を連れ出したまえ判事は部屋の隅に座っていた看守に合図した6大友判事は事件の解決の大半がいなその大部分が彼自身の予想のごとく進行したことを甚はだはしく喜んだ 彼は事件を扱うごとに事件にあまりに引き込まれることを自ら警戒している人であった彼は全く被告と離れて被害者の生前における健康状態の調査に方向転換を試みた彼は鉄道工事の行われていた付近の警察文書に命を下して管轄範囲内の医師について被害者の生前の疾患を知る努力をした法官として 事件を冷ややかに見つめることのできる者は常に警国を誤たぬ警察文書からの報告書は被害者が生前半年ほど前からある損意の治療を受けていたことを彼に告げた先般取調べ方5課目これあり騒動当管轄課鉄道工事監督係長たりし中村八郎の件につき 村開業医山中徳斎を取り調べ騒々ところ同人は大正まる年10月4日初診病名脊髄楼にて過量中の者のにこれあり騒々病性は看板なれども相当に信仰したる程度なりしとの陳述を得申し騒々なおご日名これあり騒々はば進んで詳細聴取の上 重ねて申し上げ候判事はこの報告を得て直ちに地名の意思について脊髄炉なる疾患の症状を知らんと考えたが彼はなお余裕を持つことができた大友判事は係長の死の当夜被告が現場から2里ほど隔たった半端にいたという証人の陳述を確実にするために その夜被告の左右にいたはずの甲府を3人召喚して取り調べを進行した斎藤はあの晩確かに間違いなく半ばにいました係長が死んだという知らせを一番先に私たちに通じたのは斎藤なのです半ばの隣に公務所があったのですが斎藤はちょうどその時公務所に居合わせたので大声を立てて半ばの中へ飛び込んできました 電気が消えて10分もした時に公務所には電話がかかってきたのでしたこれらの陳述は証人として関門した3人の候補が皆一様に申し立てたところであって疑いの余地は全然なかった全ての可能性を偶然と考えることは必ずしも正しくはない我が大友判事は

斉藤はドイツ語が読めるので秋晩の夜はいつも公務省へ来て明るい電気の下でドイツ語の小説を読んでいました時々はその話を私にも話して聞かせました電気技師の陳述は一層事件の解決に対する暗示に富むものであったどうしして停電したのかは分かはりません。突然停電して真っ暗になりましたので。 私は驚いてろうそくをつけて配電室へ行っていました判事はこの時稲妻のごとく脳裏にある考えが通り過ぎたちょっと待て停電した時には証人はどこにいたのだ突然の判事の問いに義士はヒヤッとしたどうも申し訳ありませんその時に私は 今日一緒にここへ参りました。公務所の書記と将棋を指していました。そのために係長が死んだのだと言われても文字開きはありません。判事は度胸のない電気技師を見てくすくすと笑った。何。そんなことは心配しなくてもいいが、停電してから承認はどうしたんだ？驚きいまして。 早速ろうそくをつけて配電室に入ってみますとスイッチが切れているのですすぐにまたスイッチを入れると電気はつきましたそのスイッチはどうして切れたかわからんのかどうも私にはわかりませんそんなことがたびたびあるのかいええ、あの時だけです その時には斎藤はどこにいたたのか。か将棋に夢中でしたから、覚えがありません判事は再び宿直の公務書記を呼び出して尋問を続けた当夜斎藤は電気の消えるまでどういうことをしていたかをよく思い出して申し立てなくてはならんが先ほどこの部屋を出ましたあとふと思い出したことがありました。 それは、どこからからは存じませんが、がが藤に電電話話来来ました。何電話が来た何どんな電話だどんな電話かは分かりませんが斎藤は電話のベルが鳴った時すぐに電話室に飛び込みました私は斎藤が電話を取り継いでくれるのだと思ってそのまま将棋を指していたのですがそのうちに急に停電したのでした 大友判事は以上の陳述で全く満足した彼は床下に書記を顧みてもう一息だよと言って部屋を出ていった七被告が医学生活をしたということ。 被害者が脊髄炉を病んでいたこと、事件の当夜斎藤が公務所で電話口に出たということスイッチが知らぬ間に切られたということこの4つの事項は判事の頭の中に互いに錯渇して一夜は過ぎたが翌朝の判事の頭の中ではすでに1つの凝り固まった透明な玉のごとく完全な曇りのない昭和峡に姿を現していた。 判事は勇み立って裁判所に出勤した彼は医師を訪問して脊髄楼についての症状を尋ねるよりはむしろ被告の自白によってこれを知る方が容易であることを感じたほどなく判事の前には被告斎藤刑事が現れた判事はニコニコと笑いながら被告に椅子を勧めるほどの余裕を示した ハンジがおもむろに口を開くを君斎藤君僕は今日君から教えを受けたいことがあるんだよ君は医学生だったねそして君は係長の死んだ晩公務所にいたろう電話がかかってきたねそれから君はちょっと仕事をしたのさ こう言いながら判事は斎藤の体に現れるいささかの変化をも見落とすまいと注意を集中していた被告は判事の口から流れ出る恐ろしい言葉に吸い付かれるような態度をとっていた判事はこの態度を見て満足しながら最後の一句を付け加えたねえ君僕が君に聞きたいというのは 脊髄楼の兆候のことだよ判事はこう言って被告を見た被告はその時失神したように全身の筋肉の緊張を緩めて椅子に深くうずくまってうなだれた首筋は血の毛を見せなかった判事は徹底的に優越感にとらわれて被告の敗北の姿を狂楽した被告は1号も発しない 判事はややじれてきた。斎藤君話したまえ。脊髄路の兆候のことこの言葉を聞いて、被告は顔を上げた。彼の方には赤がみなぎっている。彼は口を開いた。判事さん申し上げます。脊髄路という病気は？ 初期のうちは差し支えなく歩くことができますそれは目からのコントロールがある場合ですですからこの患者が目を閉じればグラグラと体が揺れて倒れそうになります夜狭い橋の上を通る脊髄楼の患者が今まで昼のようについていた百色の電灯が突然停電すれば足元が揺れて 深い十条の川の中に落ちることは医学的には当然のことであります被告はこう言って言葉を切った判事は物語を聞くほどののどかさと海底を覗き込むような好奇心とにおいて事件の解決を得たのである当夜公務所にかかった電話は 斎藤の脅し混じりの言明に従って共犯の監督小屋から係長の女房が斎藤にかけたのであるということは判事の推理力に敬服した被告が判事にせめてもの罪滅ぼしとして話したのであることを私は最後に付け加えておく。